今高校2年生でバドミントン部に入っています。この夏開かれる四国総体に向けて練習頑張っています。これが青春です。大会で僕が負けてしまった時に、部活動の仲間が練習頑張ってきたから大丈夫みたいな感じで励ましてくれたのがすごい思い出に残ってます。好きな子がおって、高校2年生の修学旅行で東京行ったんですよ。と船の中で一緒に写真撮ってくださいって言って撮ってもらって、もうドキドキしてその場を逃げ去ったんですけど、もう胸がいっぱいになったのを覚えてます。そう、初恋だったと思います。高校生までずっとバレーをし続けてきたんですけど、みんなで汗を流して部活動ばかりしてたんですけど、それが一番青春でした。体力作りとして走る練習を多くしたりしてました。今となってはそのしんどかったことが思い出で青春でした。私の青春の思い出は告白です。好きな子が高校1年生の時にいて、手紙を書いて渡すことができました。返事をするというのでめっちゃドキドキしながら放課後その子が来るのを待っていました。ラガーマンのような子だったんですけど、でも顔はすごく可愛くて優しさがにじみ出ているような人でした。結果は振られました。